じゃあ続いて見てみましょう。続いてドラフトどうだった？選ばれなくとも始めた麻雀の知識をつけてある程度打てるようにはなりたかった。めっちゃ真面目やん。なんて真面目な。え、履歴書なんか何これ就職かなんかか面接就職かなんかね、仕事にかな、これね真面目な人がいますね。これはこの方です。かさみくくです。だよね、クソ真面目ですね。クソ真面目ネガティブ。クソ真面目ネガティブ。もう選ばれないこと前提として書いてるもん、もうこんなの。そうで、しかも打てるようになりたかったっていう、その過去形になっちゃった。なれなかったっていう。なりたいとかじゃないんだ。まあ、まず、僕のドラフト自体、まずサプライズすぎたじゃないですか。はいはいはい。僕、表に出してなかったので、もう、そうであっても、やっぱりその、ドラフト前からの松本さんとか、黒のオネチとかに、なんか聞きながら、ちょっとずつやっていこうかなって。もしかしたら、おねち。二巡目ってなってました。びっくりだよね。で、話変わってきちゃったから、もうこれはもっとやらねばならぬってなりまして。なので、もう逆にいい方向になってっちゃったな。嬉しいな。嬉しかったんだね。もポジティブ。さすがにポジティブになった？さすがにこれは、もうそれどころじゃない。もうなんか当てに来てるようにどころじゃなくなったなみたいな。選ばれる確率的にはどんぐらいだと思った？そんなにないだろうなと思って、絶対みんな他の方も、あ、強い人たちが絶対、あ、リュウシェンさんものすごいそのプレゼンをしていらっしゃる、どうしよう、その頃にはもう僕も、ま、間に合わぬってなってるし、これはなんか逆にサプライズまだまだコロナしてるじゃん今も。落ち着いて。まあなんかあれだよね、その周りはみんな納得の理由なのに、まさか自分が来るなんてと。そうだよね。そうです。和訳すると。まあ、いやいや、自分が一番サプライズってのもありましたね。まあ、じゃあそんなことないよ、自信持ってよ。まあ、渋川さんのことマジで褒めたけど、すごいんだよ、監督に僕らがオファーして、監督やることになった時に、申し込み者の VTuber の配信をもう3週間ぐらい毎日何時間も何時間も見て、はい、で、この人の人間性に惚れたみたいな感じで言ってたよ、ククのこと。本当にいい人そうで、うん、この人のためになんかこうチームを作りたいみたいなこと言ってたよ。そんなに、マジで。ボロ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 、なんだとって続いて、もうやだ、麻雀なんて引退だって思った瞬間、麻雀打ってるだけで人格まで否定された時。麻雀じゃない、もう闇どういうこと、どういうことなの、人格否定、どういう言い方したらそうなるんだろう。ねえ、これタカちゃん、これどういうことなんですかね。これ心ないことコメントされたんだろうね。いるんでしょうね。ついちゃった、いるんだろうな、そんな人。この方です。かさみくくです。出た。なんてひどいこと言うの、うちのくくり。新規とかの前なんですけど、その前にまあ僕がいろいろやって、だいたい僕うっすとか、あ、それすいません、ロンです、うっすみたいなあるじゃないですか。はい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 、ありますあります。それが気に食わなかったんでしょうね。そうなの。配信中のそのテンション感、態度が。その新規とかでも僕が一番もう下じゃないですか。はいはい。そんな、あ、やべっすこれみたいな、その俺よくわかるか、めっちゃ1位取ったペロ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 とかなんて絶対できないじゃないですか。あ、まあなるほど、だからもう、なんかいつも、はい、ありがとうございますとか、うっす、うっすとか、あ、これロンでした、やったーとかくらいやってたのが何か気に食わなかったらしいですね。なんて言われたの、なんでだろうな。具体的に、なんて言われたの、なんて言ったらいいんでしょう、なんかその自分下げすぎなのがなんか気に食わないみたいな。なんか見てて、なんか生きてるのにってね、うん、喜ぶよみんな、なんかそれが気に食わないって。なんかもしかしたらいいやつなのかもしれないよ、もしかしたら。逆にね、もっと自分に自信持てよってことかもしれない。もっとばあちゃん楽しんでくれよみたいな。このスタイルダメなんだって僕はその時なっちゃって。そんなひどいこと言う人が、いや、かさみくくはどんなに自信があることでもいつもこんなんですよ。どんなことでも大抵こうですから。それはどうなの。はい、大抵こうです。麻雀自信あっても自信なくても大抵こうですから。
うん、そうです。どのゲームやってもそれですよ。でもわかんない、その、うん、新規リーグ終わる頃には、対メーカーみたいになってる可能性もあるんですよ。全然ある。新規、ザコでしてはペル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 ペ自分でもボロボロだなと思っていた麻雀コラボ配信後のコメントが予想以上に温かかった。ほっこりしちゃったよ今。いい話。風見くくでーす。おお。あったかいじゃん。うん。うん、いや本当にあったかかった。あったかかったんだ。あの僕もその時多分ハンちゃんってなんだろうくらいの時だったんですけど、そのレベルでやってて、その時に何になるからトンとかポンしてもダメだぞ、はいはいはい、みたいなの、はい、とかも分かってたのにちょっと焦りすぎちゃって見れてなくてやっちゃったりとかして、またその人格否定されるんだ。もう完全にコメント欄トラウマになってる。辛いよ。辛いよ。ってなってたのに。ちょっと今ちょっと覗き行ったんですけど、本当にあのレベルが上がってて本当にすごいよとか、あ伸びしろがえぐいとか、なんかちゃんと入ってたら勝ててもおかしくなかったのによかったよとか言われて、嬉しいよってなんか絶対なんか怒られるのかなとかあったのに、逆になんか思ってる以上に皆さんのコメントがめちゃくちゃ優しくて、嬉しいよよまあ、それが励みになりますからね、我々、うん、でもやっぱりそう、マイナスのコメントってどうしても目についちゃって、そうなんだよね、自分のね、やっぱ脳裏に残っちゃうけど、全然そんなことない応援のコメントとかも全然いっぱいあるから、ね、そっちの方が多いんだよ、うん、だってさ、全体的にククがいいやつすぎるよ。純真無垢だから、純真ですから。だってさ、あれでもあのM リーガーのコメント欄にデスラーの支持中湧くんだから、そういうことがあるんですから、そう考えたらね、当てにしちゃいけないですから、そんな人たちもね。そうよ、怖がってる、怖がってるわ。頑張りです。大丈夫、頑張ろうね。からな、最高。なのでそれでまた頑張ろうってなりましたね。頑張っていこう。なので嬉しかったです。いや偉い、はい、そういうの噛み締めれるのがいいね。そうだね、うん、じゃあ続いて意識してみよう。実はみんなに秘密にしていること、実は以前から風見くくさんのファンです。ん、はあ、そんなん超嬉しいやん。どれなんでこんなすごい幸せな顔してるよ。すごい嬉しそうにしてる、嬉しそうにしてる、嬉しそうにしてる。くく笑ってんやで。笑った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 。やったー、この方です。きらめちゃんです。おぉ、なんと、ね、なんとなんと、実はデビューした時から知ってて、嘘だ、そんなに。おいおいおい、でもなんかやっぱ絡む機会がなんか うんうん、ないみたいな感じで、うんうん、多分交わることないなって思ってたんで、うんうんうん、だからこうやって新域で実は一緒に交流戦とかできたの、実はめちゃくちゃ嬉しかったですね。全く知らなかったよね。うん、ちょっと絶対に知らないけど、配信とかでも言ったことないし、そう、なんか僕もそわそわってぐらいでこの間コラボした時は多分全然そういうの出さなかったんで、ねえ、うん、なんか、え、むすずりうりじんにもう限界だ。もう限界です、これ以上は。これじゃちょっと、すいません、うちのククもこれ以上は、うん、いや、はい、まあ、でも、風見ククさん大好きです。うーん、嬉しいです。そんな大したやつじゃないのに。そろそろ泣いちゃいますね。ちょっと。よかったです。よかったですね。嬉しいの。はい。仲良くしてあげてください。喜んでもらえてよかった。じゃあ、続いて。絶対に負けたくない新規リーガーでのライバルはですね。え、最初の回答、こちら、うん。グラディウス、かっこ全員。え、怖っ。怖い目の敵にされてるじゃん。グラディウスにヘイトが溜まってね、溜まってますね。恨みがあるね。やっちゃえやっちゃえ。この方泣いてる。ククが泣いちゃうよ。クク泣いてる。今ぶん殴っちゃえ、ククのこと。怖いよ。ひらめちゃんです。一応理由聞いてもいい？今のところ表で戦ってグラディウスにボコボコにされてるんですよね。そうですね。で、この間グラディウスに総臨時にあったんで、はい、グラディウスのグっていうのを聞くだけでもちょっと震えるぐらいには。やっちゃ、きらめやっちゃ、やっちゃよ。やっちまえ。さっき風見ククさんのこと好きって言ってた。そう。
それはそれ。ひらめて3人いるのもしかしてなんか。人格自分でも知らない人格勝ってるかもしれません。出てきてるよ、出てきてる、出てきちゃったな、じゃあもう切られませんね。ちょっとひらめ声真似とかできないんだっけ。声真似、うん、対抗するとこ声真似バトル、声真似で勝とうぜ。声真似バトルするんだ。風見クク殿といきなり声真似バトル始める。声真似フリースタイルやろうぜ。やるか。何来てんの。違う、ひらめお兄ちゃんには負けないぞ。強い。どうしよう、どうやって対抗しよう。誰、何の真似だよ。もしや、テレアさんおそろ。おそろのところ今もしかしたらそうかもしれない。おそろちゃん、もこの手でいいのか。なんだこれは、声真似バトルだ。他に出せるもんないって。ひらめ何人いるんだよ、ひらめは。今一番キラメが自分のこと見失ってるよ。続いて新域リーグに向けての意気込み。一番の成長を見せたい。おー、こちらこの方です。風見ククです。おお、まあやっぱり初心でもあるしと思ったのと、うん、あとやっぱりあのグラディウスのテーマ成長なので、確かにね、それに一番なんかできたらいいなって思いました。期待されてますよ。頑張りです。ねえ、でもひらめはちょっと応援できないな。ライバルですから。グラディウスが応援できへんから。そっか、なんかもう一人のきらめさんを応援してくれたりしないんですか。いや、もうクークさんマジクソ応援してます。やばい、人格が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 一番みたいです。本当楽しみしてます。人格がすごいいっぱいあるから。グラディウスアーチとククファンと太郎が大好きなキラメがいるんだね。いろんなのいるね。いろんなのいるから。あとドラえもん、ドラえもんね。あとドラえもん、ドラえもん応援してるよ。ドラえもんは応援してる。ドラえもん応援してる。ドラえもんありがとう。夢の共演、夢の共演。いやいやいや、曲一緒ですか。